今日は今朝8時ですね。8時3分今まで行った場所です。真逆なんでね、結構裏なんで遠いんですけど、この今までの小籠包、今までのお店ですね、お食事屋さんでお客様と会いますので、今30分前に今私ここで待ってます。この後はシャンワンのフェリーターミナルで、うちの、スタッフさんと会って、もう一度裏のアバディに戻ります。で、夜また、お客様が来るという、今日はそんな流れです。はい、すごい混んでますね。あちら朝ですね、先ほど、打ち合わせをしてバッグを1個買っていただき、今スターバックス中をフェリーターミナルのスターバックスで、また打ち合わせをして、それが終わったので、もう一度アバディに帰ります。そしてからお客さんが夜来ます。レッドオプティック、ここはいいメガネを売ってるんですよね。いいメガネを売ってるんですね、このお店は、はい、そんな感じです。再び後で戻ってきまして、こちらですね、谷口誠さんの作品、裏に映ったのが絵になってるんですよね。すごく面白い作品です。この子が一番美しい、こちらと